日本の不思議な文化習慣、価値観が違うとなんてバカなことをしているのだと思うし、異文化に触れると理解できなくてただただ不思議がるばかりです。日本には外国人に奇妙に思われる文化習慣がいくつかあります。ここではその中の3つを紹介します。まず、靴を脱ぐ習慣です。日本人は家に入る前に靴を脱ぎます。これは家を清潔に保ち、畳を傷つけないようにするためです。しかし、靴を脱ぐ習慣は他の多くの国では一般的ではありません。そのため外国人はこの習慣に戸惑うことがあります。2つ目は、音を立てて麺を食べることです。日本人はラーメンやうどんのような麺類を食べるとき、音を立ててすすります。これは麺の香りを楽しむためとされています。しかし、音を立てて食べることは他の多くの国ではマナー違反とされています。落語でそばを食べるとき、落語家がうまく音を出して食べたなら、何とうまそうに食べると客席から拍手喝采です。だけど外国人はこの習慣に不快感を覚えることがあります。3つ目は、お辞儀をすることです。日本人は挨拶や感謝の気持ちを伝えるときにお辞儀をします。お辞儀の角度は相手との関係性によって異なります。しかし、お辞儀をする習慣は他の多くの国では一般的ではありません。そのため外国人はこの習慣に意味を見出せないことがあります。これらの文化習慣は日本人の生活に深く根付いています。しかし、外国人にとっては奇妙に思えることもあるでしょう。日本を訪れる外国人はこれらの習慣について事前に知っておくと、文化の違いを理解しやすくなります。逆に日本人が訪問する国の文化習慣を学習しておかないと、赤っ恥をかいて帰国することになる。そんなの関係ないと無頓着を決めて、旅の恥はかき捨てるのかもしれない。紹介した3つの文化習慣は日本の歴史や伝統に根付いています。外国人はこれらの習慣について学ぶことで、日本の文化をより深く理解することができます。